福岡ソフトバンクホークスの坂東優吾です。笠谷俊介です。12月11日にファンフェスティバルが開催されます。なんかどんな風に楽しみたいとかありますか？2人僕が思うのは坂東さんには助走してほしいなって思います。助走？そんな企画あるの？勝手な一人でいいですこれはいいです。助走してみたいですか？絶対しないですでもファッションショー出たことありますよね？あ、一昨年出させてもらって、はい、すごい。どうせキャーキャー言われたんだな。すごい楽しかったですそういうの出たいですか？いや、僕は大丈夫です。いや、出るわけですね。出るんやったら、あるんやったら。そうですね、野球を石川さんも言ってたんですけど、逆番でやってみたいみたいな。右投げの人は左投げ、左打ちの人は右打ちで、ベースも三塁側に走るっていうもうなんかあべこべでやってみたいなみたいな言ってたんで、まあ、いつかそういうのがあれば面白いんじゃないかなとは思います。僕はまあファンフェス自体、まあ、まだあんまり経験がないんで、まだどんなことがあってもやっぱ楽しいなっていう印象はあるんで、まあ、今年も楽しみにしてます。ドラコンとかあるけど、アプローチは見たことある。出なくて大丈夫ですか？ドラコンはまあ無理やろまあその感じでね、ファンの方を楽しませていただきたいと思いますので、じゃあ最後に一言お願いします。今年もファンフェスティバルが開催されます。皆さんぜひペイペイドームに足を運んでもらって、一緒に楽しく盛り上がりましょう。よろしくお願いいたします。